隣の部屋で洗濯機を動かしているので多少雑音が入ります。もうすぐ自殺する人の特徴は何ですかまたどのように声をかけたらいいですかチャット GPT おっしゃる内容は非常に重要なテーマであり人々の命を救うためには正確で適切な情報と対応が必要です。私はトレーニングデータに基づいた 一般的な情報を提供することしかできませんので、具体的なアドバイスを提供することはできません。しかし、一般的な情報とリソースについてお話しすることはできますので、お伝えします。自殺のリスクに関する特定のサインや特徴は個人によって異なりますが、以下のような要素が含まれる場合があります。1、精神的な痛みや苦しみの表現。 自殺に関して話題を提起する、死や絶望についての発言を書き込み、自殺に関連するコンテンツの閲覧や共有などが見られるかもしれません。二、社会的な孤立や引きこもり、家族や友人との交流の減少、学校や職場での孤立、興味や関心の欠如などが現れるかもしれません。三、急激な行動の変化、 自己放棄的な行動や無気力、日常生活の怠けや無関心、睡眠や食欲の変化などが見受けられるかもしれません。4. 著しい感情の変化激しい怒りや恐れ、絶望感や絶望的な思考、自己嫌悪感、希望の欠如などがあるかもしれません。もし心配な方がいらっしゃる場合、次のようなことを考慮してください。1. 無視せずに関心を示す。相手の話を聞いて、その人が抱えている感情や困難に対して理解を示しましょう。二、無批判に受け入れる。相手の感情や思いを尊重し、ジャッジメントを下さないように心がけましょう。三、周囲の支援を求める。プロフェッショナルなサポートを提供できる専門家や、地域のサポートライン、ヘルプラインに連絡して、 適切な支援を受けるようにしましょう重要なのは自殺のリスクがあると思われる場合は直ちに専門家の助けを求めることです地域の緊急連絡先や自殺予防ホットラインを活用して適切なサポートを提供してもらえるようにしましょう